おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もみこと日記続きやっていきましょう。前回はね、みことちゃんのパソコンを覗いちゃおうぜっつって、みこと先輩から誕生日を聞き出して、まあ入力しようかなっていうところで時間来ちゃったんだよね。で終わったから、今日はそれを見るところから始めたいと思うんだが、どれだろう、セーブデータ、これかな、このデータだと思うわ。よし、じゃあ入力するか。はい、えい、いくよ。4月27、はい、パスワードが一致した。さーて、みこと先輩は一体何をパソコンの中で記録しているのか。あ、何、電話みたいな音だね。ユーザー名高敷みこと、ログイン中。何だこれ、米月米日。あ、へえ、命って書いてみことって読むんだ。あ、そうなんだ、すごいな。私の名前は高敷みこと。私は現在父と母と同居しています。父の職業はサラリーマン、普通と言っていいくらいに普通のサラリーマン。何もかもが普通すぎて怖い。普通に就職して、普通に恋をして、普通に結婚して、普通に浮気して、普通に生活している。そんなごく普通の父です。母は働いています。あまり家には帰ってきません。父よりも稼ぎがあります。何をしているのかは教えてくれません。父が酒に酔って暴力してくるのが嫌で嫌で、きっと家になるべくいないようにしているのです。私も逃げたい気持ちは山々です。でも私が逃げてしまっては、父はご飯を食べることすらできないのではと思っています。 DV してる人なんだね。米月米日。私は日記をつけています。日記は自分以外の誰かに読まれることで本当の価値があるのではないかと考えます。私が表に出すことのない言葉をあなたが今聞いている。私はきっと助けてほしかった。だから誰かにこれを読んでほしかった。米月米日。私は現在二人の監視をしています。監視？先週から二人の様子は大きく変わったよう。二人は最初抵抗していましたが、今となっては私に対して怯えているようです。なんかさ、あまりにもあの日記の切れ端のみことちゃんとキャラが違いすぎて、なんかこんな綺麗に文章を書けるんだったら最初から書いててくれや。食事は私のお手製です。箸は与えません。手で食べるのです。ここではそういう文化だと私は言いました。監禁してるねこれね。お父さんとお母さん監禁してんじゃない、みことちゃん、もしかして。米月米日。私は二人に勉強を教えました。教えることで私も力がつくのです。二人は不真面目で、私の言葉はあまり聞いていないようでした。お前は悪魔の子だと叫んでいました。私は二人に罰を与えました。一週間食事を与えずに放置してみました。米月米日。私が様子を見に行った時、父は死んでいました。母は衰弱状態にありました。母は泣く気力もなかったのでしょうか。私のことを憎む力ももうなかったのでしょうか。言葉をかけても無反応でした。米月米日。私はベッドの中で震えていました。何かが怖くてもう後戻りできないのだと思いました。私は、
続きはもうないようだ。ん？よく見るとキーボードの裏に何かが挟まっている。日記の切れ端がある。もう後戻りはできない。みことの秘密知りたいでしょ？教えてあげるよ。だから扉を開けて。日記はここで終わっている。よく見ると裏に小さな文字で何か書かれている。開いてるよ。日記の切れ端15を手に入れた。闇が深すぎる。はひゃー。つまりはきっとこのクローゼットだよね。このクローゼットの中にお父さんとお母さんがきっといるんだね。でもうお父さんは死んでて、お母さんもきっともう亡くなってるんじゃないかな。でだってこの日記を書いたのがいつだか分かんないじゃん。だしほら、雪丸先輩ももしかしたらいるかもしんないよね。だって雪丸先輩もういないとか、クローゼット気にしてて嫌だったわとか言ってたしさ。え？待って、ちょっとクローゼット入る前にみことちゃんに話しかけるわ。どうも、大丈夫ですか？元気ですか？あ、もう、はよ入れやと。笑顔で、はよクローゼット入れやという顔をしていますね。はい、わかりました。入りますね。ちょっと、心の準備が必要なんで、一回ちょっとトイレに行ってきますね。ちょっとちびっちゃいそうなんで、一回カットします。みこと先輩のベッドの匂いを嗅ぎながら、ちょっとカットしますね。はい、カット。よし、トイレも行ってすっきりしたんで、じゃあ、そろそろ、またろうくんもいい？みこと先輩のベッドの匂い嗅ぎ尽くしたかい？嗅ぎ尽くしたかな？まあいいか。よし。じゃあ、行くか、クローゼット。ああ、どうしよう、行く。ちょっと、うさちゃんも一緒に行かないかい？一人だと心細いんですけど。ダメか。よし。じゃあ、入るか。入りましょう。そうか。これで懐中電灯がいるんだね。なるほど。よし。入りましょう。びっくりした。はい。クローゼットの中。今、開けた音か。でけえんだよ、開けた音がよ。はい。懐中電灯を使う。懐中電灯を使うか。なんかびっくり描写やめてよ。ベーンみたいなさ。いや、なんか、わあ懐中電灯をつける音じゃないじゃんって思ったら、もうなんかもう、怖い。三死体あるね、やっぱり。お母さんとお父さんと、雪丸先輩かな。怖い。クローゼットの奥には、誰のものかもわからない死体が転がっている。よく調べてみる。やめておく。でも、調べてみないことにはわからんやん。クローゼットの中は、異臭が立ち込めている。汚物や嘔吐物の匂いがする。死体に外傷はないようだ。餓死だろうか。女性が一人と男性が二人。おそらく美琴先輩のお母さん、お父さん、そして雪丸さんのものだろう。ここで見たものは見なかったことにした方がいいかもしれない。クローゼットから出る。もういち早く出よう。出よう。出るよ。もう秒で出よう。もうね、みこと先輩がこれ、こう、開けたなって気づいて出してきちゃうから、早く出よう。よし。ゴー！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 ああもう目が死んでるもの、みこと先輩。何してるの？マタロウくん。私の部屋には入らないでって言ったと思うんだけどな。見ちゃったんだね、私の秘密。マタロウくん、震えてるの？私はね、大変だったんだよ。聞いてくれる？
聞いてみるしか選択肢がないですね。もうもちろん聞きますよ先輩。僕、みこと先輩大好きなんで聞きます、もちろん。ありがとう。私はね、実は小さい頃は今みたいに何でもできるような子じゃなかったんだ。昔の私はみんなが考えてるような私じゃない。みんながいじめたくなるような子だよ。みすぼらしい、最低の、ネクラでバカで、ほんとすぐ騙される。お父さんもお母さんも私のことは諦めてたよ。お前はできない子って何回も何回も毎日毎日言われ続けた。私は努力したよ。精一杯努力した。友達や先生には無理でも、お父さんとお母さんにだけは捨てられたくなかった。私は頑張って頑張って、今くらいの力をつけた。自分を捨てたし変えた。昔の私はもういない。高敷美琴は、高敷美琴になった。性格も心も明るくて、元気でみんなからも好かれる存在。もう誰も私のこと責めたりしない。そう思ってた。でも、お父さんとお母さんは認めなかった。私のことを分かってくれなかった。私がいくら頑張ったって認めなかった!認めなかった!みことはね、お父さんとお母さんを育ててあげたいなと思ってしまったのだ。きっとみことが愛情を込めて一生懸命にね、育ててあげたら、お父さんもお母さんもいい子になるかなと思って。だからお父さんとお母さんを、毎日お世話してたのだよ。みことは毎日頑張ってたのだよ。いっぱい美味しいもの作ってあげてたの。お父さんもお母さんも私のこときっと分かってくれる日が来るかもって信じてたのだ。でもみことは失敗しちゃった。お父さんとお母さんが冷たくなっちゃって、まるで息もしてないみたいなの。もう意味がなくなっちゃった。みことも、もう生きる意味もないって、思っちゃったのだ。でもそんな時に、ゆきまるさんが現れたのだ。ゆきまるさんは私のこと好きって言ってくれたから、分かってくれるかなと思ったんだよ。でもゆきまるさんは、みことの秘密を知って怖がっちゃったのだ。みことは、ゆきまるさんが逃げようとして、捕まえちゃった。大変なことになる気がして怖かったの。だからゆきまるさんも、みことと一緒にいてもらうことにしたの。みこと、お父さんとお母さんと、永遠にずっと一緒にね。マタロウくんも、逃げちゃうの?逃げる。みこと先輩のそばにいる。みこと先輩を抱きしめる。これエンディング分岐でしょうね、きっとね。私、グッドエンド最後に見たいんですよ。だから多分、みこと先輩を抱きしめるが、グッドエンドになると思うんだよ。ということで私は逃げようと思います。ほら、マタロウくん、ほら、逃げ足っていうスキルを持ってるからね。逃げ足早いから、ほら、ミコトちゃんに捕まらずにワンチャンダッシュで逃げれるかもしれん。よし、行くぞ。クラウチングスタートするんだぞ。いいか、分かったから、マタロウくん、行くよ。よーい、スタート。あれ、マタロウくん、逃げようって言うんだ。みことから逃げられるなんて思ってるの?なんでだろう。みことのこと好きじゃなかったの?やっぱりそうなんだね。私のこと
好きだなんて、そんなのどうせ嘘だよね。僕は必死で走った。美琴先輩は追いかけてきたが、家の外までは出てこなかった。これで良かったんだと思った。美琴先輩があんな狂った殺人鬼だったなんて、思い返してみるとゾッとする。僕は狂人と一緒にいたのか。僕は疲れ果てて足がもつれる。休憩しようと思ったその時、すぐ後ろから声が聞こえた。マタロウくん、追いついた。バッドエンド1、後ろの正面。おわ、バッドエンドですね、やっぱりね。ああ、そうか、でもこういう過去がミコトちゃんにはあったんだね。悪いんだけど、ってか危ない、エンディングトークを今ここでするところだったよ。よし、じゃあバッドエンド1個見れたんですけど、あと2つ選択肢あるんで、じゃあそこまでカットしましょうか。はい、カットです。はい、戻ってきました。もう途中のやつで私もう撮ってないのにビビっちゃったもんね。はあ、怖い。じゃあ次は美琴先輩のそばにいようと思います。僕はあなたを受け入れますよ。本当に？本当に一緒にいてくれるの？嬉しい。マタロウくん。マタロウくん。じゃあね、ミコトとマタロウくんはずっと一緒だよ。離れちゃダメなんだよ。え？ちゃんと毎日ご飯作ってあげるからね。マタロウくんのこと、ミコトは一生懸命お世話してあげるよ。あ、え、嘘でしょ？あの、閉じ込められた。あ、嘘、ミコトちゃん、ちょっとやめてよ、出して出して。あ、バッドエンド2、望んだ結末、嘘。いや、やっぱその中途半端な愛じゃダメなんですね。はい、バッドエンド。では最後きっとグッドエンドということを信じて、もう一度選択肢までカットしましょう。カット。マタロウくん、マタロウくんも逃げちゃうの？ミコト先輩を抱きしめる。ギュッ。え、マタロウくん、何してるの？ミコトは、ミコトは殺人鬼なんだよ。そんなことしてたらマタロウくんきっと殺されちゃうよ。ねえ、逃げないの？マタロウくん、マタロウくん、私とんでもないことをしちゃったよ。どうしたらいいかな。マタロウくんがいなくなったら、私はこれから一人ぼっちになっちゃう。そしたら、そしたら、私はお父さんとお母さんと雪丸さんのとこに行こうと思ってる。ちゃんとみんなに会ってごめんなさいって言わなくちゃいけないって。どうして？ミコト先輩を許す。何も言わない。ここでも別れるの？本当？どっちが正解？でも許すって
ちょっと何も言わないでみる。マタロウくん、私は悪い子なんだよ。私はただお父さんにお母さんに褒めて欲しかっただけなの。ミコトは頑張ってて偉いねって言って欲しかっただけなの。なんでこうなっちゃったのかな。ごめんね、ごめんね。ミコト先輩は泣いていた。僕は何も言わずに、ただミコト先輩をぎゅっと抱きしめていた。その時、僕はミコト先輩を真の意味で分かってあげることができたんだろうか。僕はずっとミコト先輩のそばにいた。ミコト先輩の心は時間が癒してくれると思った。あ、ねえ、見て、マタロウくん、ほら、雪降ってるよ。あ、そうだ、マタロウくん、今度雪だるま作ろうよ。私はね、昔はよく鎌倉とか雪だるまとか作って遊んでたのだよ。毎日暗くなるまでお外で遊んでたな。そしたら手と足が冷たくなっちゃって、でもその冷たくなった手をね、ストーブで温めてる時はすっごく幸せ気分だったのだ。でもね、雪遊びはずっと私一人だったの。誰かと雪合戦とかしてみたかったの。でも今はマタロウくんと一緒に遊べるからいいんだよ。マタロウくんがいてくれたら私は一人ぼっちじゃないから。あれからミコト先輩は狂ったように泣いていた。来る日も来る日も泣き続けた。僕は諦めなかった。ミコト先輩が自殺しないようにずっとそばにいた。そしてついにミコト先輩と会ってから初めての冬が来たのだ。ミコト先輩は少しずつ元気を取り戻していた。笑顔も見られるようになったのだ。僕はミコト先輩を愛している。僕は楽しそうなミコト先輩の笑顔をずっと見つめていた。トゥルーエンド。ミコト日記スタッフ、あ、終わりました。システムシナリオグラフィック猫藤香織様、本当にありがとうございます。カロンさんですね。いやー、待って、じゃあもう一個の選択肢は間違ってたのかもしれないってこと？うわ、気になる。ちょっと最後あれだけ試して終わりたいね。なんだろうな、なんか変なホラーじゃなくて、本当に人間の怖さというか、ミコトちゃんもだってそういう育てる環境が違ってたら絶対こういう風な殺人鬼になってなかったって思うし、思いがずっと報われないと人ってやっぱり壊れてしまうんだなと思いますね。いろいろ考えさせられたな。じゃあ最後、あそこの選択肢、最後の選択肢だけやって終わりましょうかね。ではまた一旦カットします。カット。さあ戻ってきました。先ほどは何も言わないを選択しましたが、ミコト先輩を許してみましょう。僕は許しますよ。許してくれるの？マタロウくん、私のこと許してくれるの？マタロウくん、私は
悪い子なんだよ。これ同じか？同じでしたね。いやー、これで終わりましたね。ご視聴ありがとうございました。そっか、でもな、これは幸せになれたと言っていいのだろうか。まあハッピーエンドっていうよりはやっぱりその名の通りトゥルーエンドっていうのが正しいような感じの終わり方ですね。まあお父さんはお父さんでね、こう子供に暴力振るうような最低野郎だったわけだし、お母さんはお母さんでね、その娘を放ってもう自分だけ逃げて生活しているような人だったし、まあ雪丸先輩はね、その外見だけを見て好きでよーって言って、みことちゃんを裏切るような男だったんで、まあ三人とも、さよならって感じ。ま、太郎くんとね、みことちゃんは幸せになってくれればいいなと、勝手に思っております。ということで、今回の実況はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また、別のカロンさんシリーズで、お会いしましょうね。それでは、おつぴよです。バイバイ。